たんですよ。その人物とはフットワードです。目黒蓮さん。はい、フットワードです。俳優目黒蓮。大ブレイク中のジャニーズグループスノーマンのメンバーで、俳優としてもドラマサイレントや朝ドラに出演。そのルックスと演技力で今やドラマや映画に引っ張りだこ。目黒さん身長高いっすね。すいません、なんか俳優を下から多いね撮っちゃってすいません。で僕撮りましょうか。じゃあ、はい、目黒さんが今日使うてもらえると身長もキャッチしたんですけど。ありますか。あります。密着させていただきたいんですけど今日今から密着していただけるならば。あ、いいですか。はい、目黒が取り憑かれているものとは何だろう。目黒さんって、はい、そういった密着ってあるんですか。舞台裏とかそのメイキングとかそういうのだったりとか。あ、そっか。ありますけど、はい、なんか普通に密着されるのは ないと思います多分。あ、そうなんですね。ジャニーズに入ったのって、はいつの中学2年生の頃で14歳ですね。かっこいいな。大人っぽくなったのかな。きっかけは、きっかけはいとこがみんな女の子で、そのいとこの女の子たちがみんなジャニーズ好きだったんで、応募してみようよっていう感じで、のノリで応募したら、して今に至るっていう感じですね。はい、などと話しながら10分やってきたのは、何にハマるんだろう。神楽坂ですね。素敵な街に降り立ちましたね。いいっすよね。あ、渋い街だね。また路地入った路地に行きますね。路地入ってきた。路地っていいっすね。神楽坂の路地なんか行かないよね。お、あれ結構なポップな。こちらですね。メンソのためならと撮影許可が。一体その取り憑かれているものとは。お待たせいたしました。何、めっちゃうまそう。ハンバーグですね。ヨナさんの取り憑かれてるってハンバーグですか。じゃあ、違う。すごい。スムッと。じゃあお願いします。お、なんか来た。お願いします。チーズ、レッドチーズ。やばい。確かにやばい。見てください。美味しそう。そうですね。すごい。もうちょっと行っちゃって。もうちょっと行かせてもらいます。ありました。はい。あ、まだ行きます。うわ、これやばい。まだ行くの。いやいやいや。もう一回行けたい。取り憑かれてるのってチーズです。いやー、おいチーズ。おいチーズ。ハンバーグ見えないぐらいのこのおいチーズです。おいチーズに取り憑かれた俳優、目黒蓮26歳。就職でしてチーズ料理を食べ、中でもチーズマシマシのおいチーズに取り憑かれている目黒。ここチーズ料理専門店のフロアで焼かれるチーズの断面を熱で溶かし削り取って料理にかける、スイスの伝統料理はラクレットが味わえ、しかもなんとかけ放題。かけ放題だから、ね、こんなに行く人いますか。はい、あの中にはもう食べて食べて熱々のチーズをいただく。うわー、これチーズ好きにはたまんないよ。カリフォルニアとかの濃いワイン飲んでグラッセって感じですね。グラッセ、グラッセ。いや、カレンちゃんがすっごい好きだな。やばいな。好きです。大好きなので、ね、仲間です。私にとっては。多分目黒さんなら分かってくれると思うんですけど、はい、頼んだ食材よりも多くチーズをかけるっていうのがチーズの心気で。チーズ心気。よく分かんない。
ますね。完食。へぇー。とげまぁ、あ、でもちょっとまだ追いチーズし足りないので。え次行きますか。まだ行きます車で走ること25分。やってきたのは。千駄ヶ谷ですね。はい。こちらです。おこちらで話題の追いチーズがいただけるというが。どうですか、生、目黒さん。食いすぎますよ。身長いくつなんですか。身長ですか。身長185です。低いですね。身長聞けるのは初めて。すみません、ボンバーをお願いします。はい、ボンバーだけ決まりました。はい、お願いします。ボンバー。ボンバーってのある。謎のボンバーとは。マジですか。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。真実に取り付けた目黒蓮が注文、謎のボンバとは。お待たせしました、ボンバになります。そうですか。ボンバってイタリア語で爆弾って言いますね。はい、こちらイタリア料理のボンバ、生地がバーンと膨らむようにしたら油がついた。そこにチーズが出てきた。パルミジャーノチーズをかけるっていう。かけ放題です。だいぶ前に滝沢カレンさんがこう振りかけてたじゃないですか、はい、すごい量、はい、まあ、あれと全く同じパターンです。僕はちょっとそれ以上振りかけたい。ライバルじゃん。滝沢カレンを密かにライバル視していた目黒。パルミジャーノチーズかけ放題というこちらのボンバーで、5年前からトップランナーのロックリングをたびたび飾ってきた。チーズに取り付けたパレンゴイを狙う。そういった方がいいわ。好きなとこで作ってください。はい。
系で濃厚用のメッシュ。あ、違う。まずはジーンズの原点、引き絞りから体験。初です。あ、面白い。ゲット。え、おはよう。お、すごいすごいすごい。白と黒のホルスタイン、1日やっぱり30リッターぐらい出すんですけど、水牛は5リッターくらい。あの普通の人と比べて6分の1ぐらいしかお乳の量がないんですよ。すごい希少ですね。そう、乳量が少ない貴重な水牛のミルク、朝どれを飲ませていただくと、すごい声。いただきます。かっこいいな、牛乳飲んでるだけ。飲んだことないですね。味が全然違う。なんか濃厚なんだけど、なんか飲みやすいさっぱりさというか。これはすごい、飲んだことないですね、こんなミルク。そうですね、あの水牛のお乳として販売とかしてないので。え、ちょ、どうチーズにしてるんですよ。取れたミルクのほとんどがチーズになるというが、この後、オリチーズに取り憑かれた目黒も驚く、まさかの一品が完成。やばい、作ってしまったよ、これは。というわけで、特別に許可をいただき、目黒自身の手でチーズ作りスタート。熱いお湯が出てますので、湯煎で温めます。じゃあここ入れちゃいますね。はい。まずはミルクを湯煎で38度まで温める。いや、これなんか結構その、こういう作業好きなの。あ、そうなんですか。はい。それなんかこう一から作っていく感じ、すごい好きで。はい。温まったら発酵を促す乳酸菌を入れ、さらにミルクを固める作用がある酵素も投入。乳酸菌の活性を促し、38度に保つ装置に10分ほど入れると、うわー、カリッてしてる。お、ほんとだ、一瞬じゃないですか。こんな短時間で包丁みたいなので切っていくと、はい、乳酸っていうのが出てくるんですよ。あのヨーグルトなんかに黄色い液体があるので、はい、あれが乳酸なんです。はい、乳製とチーズの元にも分かれるんですよ。はい、この乳製と呼ばれる水分を分離し、乳脂肪分を固め、さらに発酵させたものがチーズとなる。すげえ固まってますね。こんな気持ちあるんですね。縮みますよ。これを細かくほぐしていき、そこにグラグラのレッドソース、これ100度です。これは全然違う。チーズって溶けてくる。うわ、伸びてる伸びてる、すごいすごいすごい。おーおー、あー、伸びてる。うわ、すげえ。熱湯で練り上げることで弾けるようなプリッとした食感に。お餅のように溶けたチーズは固まる前に2人1組でちぎって成形。あー、なるほど。そうなるとこね、熱いっすね。あ、熱い。こうできればいい。あ、なるほど。あ、いいですいいですよ。熱くないですか。ちょっとごめんなさい、話がないです。落ち着いてる。またす、またす。でも本当に見合う言われて、どうぞ。はい。あっ、ちょっと待って。ちょっと待って。なんでメグロの靴全部渡すの。逃げ足早っ。完璧。本当に。あ、全然切れない。知らないから、おい。ちょ、メジロ、メジロ、メジロ、これね、ちょっと水に使ったもんね。何をしとんねん。最後は薄いんだね、玉。はい、もうこれがあの完成です。これはあのモッツァレラチーズ、よく見るやつですよ。この形といい、こうやって持ち上げちゃうと、もう常に水分がもうどん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 落ちて、ほらすぐ手形がついてる。あ、だからモッツァレラという水分と一緒に水の中入ってるんですよ。あ、確かにそうですね。ちなみにモッツァレラチーズはイタリア語で引き継ぎを意味するモッツァーレからそばがついた。こうやってできるっていう過程が知れて、今度絶対スーパーでモッツァレラチーズみたいな、これを思い出すわけじゃないですか。やっぱ食材に感謝できますよね。せっかくなので、作りたてのモッツァレラチーズとさらに大好物食材を使って一品。仕立てってこちら、はい、もう一個ご用意してます。え、じゃあ開けていいですか。はい、よいしょ。すごい、うわ、ありがとうございます。あの大好きだっていうのはちょっと情報もキャッチしてたので。あ、そう、ものすっごい大好きです。店、家で、あのなんかお祝い事の時とかに頼んだりして。すごい、大好きな伊勢海老とチーズで何を作るのか。やばい、作ってしまったので。大好きな伊勢海老とチーズで何を作るのか。うわ、バターを溶かし
ッシュルームが好きだし、これ本当好きなものしか入ってない。なんだろう、容器へ移したらそこへ。なるほど、これは伊勢海老の頭と尻尾も飾り付け。めでたいっすね。マジでめでたいっすね。で、ここで、出た、さっきの作ったこのシマッシュです。ここに入れる。先ほど作ったばかりのモッツァレラチーズをこれでもかと。孤独な二人が愛を知り過酷な運命に立ち向かいます。タイトルからは想像できない壮絶な